く起きすぎた。本当は7時まで寝る予定が6時です。あんま変わらんか。髪の毛もサボサ切ったから跳ねてます。今からちょっとお化粧して髪の毛も整えたいと思います。よいしょ。はい、お化粧もして着替えて準備しました。出発の準備をしたいと思います。よいしょ。じゃあちょっと助手席に移動します。はい、前に来ました。いつも、夜とか外に出なくてもいいようにここを通って後ろから前に来てます。で、今すごい目の前に海が見えます。水平線がめちゃくちゃまっすぐ見えるところにいます。今日も今回の動画でも浜名湖周辺の無料お出かけスポットを紹介しつつ車中泊旅していきたいと思います。で、今日はこのね、タルトのスズキのエブリィに乗ってるんですけど、スズキ歴史館というところがあって、スズキの歴史をで展示してあったりとか車が展示してあったりする場所、そこもなんと無料で見れるそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。すごい、ちょっと見えないけど右側が海だからめちゃくちゃ気持ちよく走れます。結構波がバシャンバシャンって来てる。右手に海見えるかな。すごい長い砂浜。昨日のうなぎパイファクトリーもこっち方面でちょっと愛知寄りに今戻ってきてて、また浜名湖を横断して、浜松市の方に向かっています。食べれます。なんかいっぱい寝たけどめちゃくちゃ眠い。よく眠れた気がするんだけど、久しぶりの車中泊でやっぱりちょっとはなんだろう、気が張ってるからあんま寝れてないのかな。まもなく左方向です。その先さ、正面かな、鈴木って見える。ちょっとやばいかもしれない。高さ大丈夫だ、高さ大丈夫かな、これおいでって言われたけど大丈夫、大丈夫そう、これ上大丈夫、大丈夫そう。あ、 2.2 だけどいけた。到着しました。ちょっと事前予約制でまだ20分ぐらいあるんだけど大丈夫かな、混んでないからいいのかな。ゆっくりのんびり行きたいと思います。はい、駐車場から歩いてちょっとあっちの方に歩いていきます。すごい続々と結構あの子供連れのご家族が結構来てます。おお、おお、もうスズキの車がいっぱい、バイクも見える。あ、こっちか、スズキ歴史博物館見学していきたいと思います。すごいレトロな車から新しいのまで
なんかちょっと面白い案内動画を見て、今から見ていきたいと思います。車がいっぱいあるし、バイクもあります。この車はスズキフロンテ360。すごいレトロな車。当時は34万で車が買えたんだ。へー、フロントもかっこいいけど中もレトロでめっちゃかわいい。すごい車、外側がないとこんな感じなんだ。中をだけ見ることないからすごい。これがエンジン？全然車詳しくないから全然わかんないけど。ハンドルまでこんな感じで。ハンドルからここまでの距離が。次は2階に行ってみようと思います。あ、結構広い。すごい、無料でこんなに1階から3階まであるみたいです。広い。こっち、会議室みたいなのがある。ちょっと映像は映せないので、すごいなんかこう本当に実際の作業場を再現したような形の展示が多くて面白いです。本当にパソコンみたいです。ここでボタンを押したらどうやってデザインをしているか、デザインの仕事がここで、向こう側は流れてるんですけど映像で見ることもできます。すごい、本当に作業してるみたいに、なんかね、デザインに色つけてるところとかがここで見えます。面白い、この展示の仕方が。車のデザイン作るときに粘土クレイでなんか作るのはイメージあるけど、こういう線で細かいデザインを描いたりもするそうです。知らなかった。でこれが実際のクレイモデルみたいなんですけど、こっちに来るとクレイで作られてるのがわかる。すごい、こんな感じでね、すごい手作業で、この後ろのこんな感じ、最初は粗いところからこうやってすごい精密に作られるそうです。今までこっち車の作られる流れを紹介してたんですけど、ここはちょっと違うんですけど、船のエンジンでマイクロプラスチック、今問題になってる水、海、海水にある細かいプラスチックみたいなのをろ過する、回収する技術がエンジンの中に組み込まれてるそうです。知らんかった。すごい、環境にも優しいスズキ。でこれなんか再現のやつなんですけど、このレバーを倒すとスタートするそうです。レバーもなんかいいですね。映像もあるから、映像も流れるから、映像はちょっと映せないけど、前に、お、あ、すごい、すごい、で、ここに溜まるんだ、このフィルターで弾かれて、これでできるのも面白い。
しい、わかりやすい。わーお、ジムニーが真っ二つ。二つじゃないか、真っ二つ。でもすごい、ジムニー。へえー、なんかこんなになってんだ。すごい丸裸。これはジムニー乗りの方とかも興味ある人多いんじゃないですか。すごい角度で展示してあります。すごい。走行実験。カバーでデザインがわからないようにして実験を行うんだ。へえ。あ、すごい、なんか向こうめっちゃ動いてる。これは衝突実験を実際にした車だそうです。でもここのクッション性があることによって被害を最小限に抑えれるような構造、あ、消えちゃったになってるみたいです。消えちゃった。なんか新しいのか古いのかわからないデザイン。兆し、すごい未来も感じるし、でもちょっとレトロな感じもする。これさっきめっちゃ動いてたロボット、そっか、こういうので動かしてみよう。何これ、ドアを取るスイッチから移動させたいドアを選んで置くドア。場所、確かにこういうロボットで作業というかやってるイメージある。ドア取る、一番の赤いドアを取りましょう。取ってミカさん、あ、こっち2に置いてもらおう。ポチッとな。おー、すごい。持った。お、あ、見せてくれる。生きてるみたい。あのちっちゃい穴に通して、すごい。パッと見同じに見えるけど違うのかな。あ、入んない。あ、入んない。うん。これは太いんだ。車のこの製作のラインもすごい再現されてる。あ、すごい動くんだ。ちゃんと動いて紹介してくれるの嬉しい。ちょっとボタンを押してみよう。動いてる。車最初は上に吊り下げられた吊り上げられた状態でこうやって作業するんだ。へー、知らなかった。あ、エンジン、おー、装着。すごいな、こうやってなんか実際に動いて説明してくれると分かりやすいし、めちゃくちゃ面白い。早い。車と車の間を。す
鈴木オリジナルのアイデアなのかな。すごい車の隙間をシュン。海外にもたくさんあるんだ。浜松とかの紹介もあります。自衛隊浜松基地もあるんですね。なんか自衛隊のヘリっぽいのを見た気がする。すごい富士山とこう並んでかっこいい。なんかすごい2階のなんか何中身がすごすぎて次3階に上がっていきたいと思います。すごいなんか古い建物みたい。改良自動織り機が最初だったのかな。創設者の鈴木道夫さん、機織り機の会社お店だったのかな。たくさん機織り機が展示してあります。鈴木式織り機。あそこにも入ってる二輪車、エンジン付きの二輪車開発しようとしてたんかな。これがバイクになるのか。この見た目は自転車だけど、こっちになるとバイクっぽくなる。一気にこの自転車世界一周を成し遂げた。2年で走破した車両だそうです。自転車なのかな、バイクか。なんか不思議ですよね、エンジンついてるのにタイヤが自転車と。何キロぐらいで走るんだろうこれ。いろんなのがかっこいい。日本で最初の軽四輪乗用車、鈴木が最初なんだ。スプライト、軽いっていう意味でライトだって。スズライト、かわいいな。スズライトキャリー、へえ。後ろにいろいろ荷物が乗る。こういう荷台とかのトラックみたいな形もスズキが最初なのかな。なんかスズキが初っていうのが結構多くてすごい。日本初の軽自動車スズキなんだ。なんかタルトの好きそうなコーナーが。何これ、マイカーを購入しました。おー、覗いてる。この子も覗いてるんだ。この車当時珍しいだろうからね、すごい覗かれますよね多分いろんな人に。助手席側に行くとなんか不思議なことが起こる。お、実物もある、ちゃんと。すごいお庭になってるよ。お家だ本当に。と助手席側に、あ、すごい、あそこ映ってる。タルトコンパクトですね、やっぱり車内は。あ、もしかしてここに映ってるのが向こうのあの塀の向こうから見えるのかもしれないかな。すごい形、ひしが何型、お尻の方もすごい形が不思議。
なにたくさん車とかバイクとか展示してあって、ここだけでももういくら分の車がありますかっていうぐらいすごいいっぱい展示してあって、見応えがすごいです。すごい大きくなった。でっかい二人乗り、これかわいい自転車みたいな、いいな、乗りたいな、かわいい、すごい、本当にめちゃくちゃ楽しいです。ここら辺は最新の車ですね。スペーシアのベースっていう、あのテーブルになったりこうついたてにできたり、お店屋さんみたいな、ね、移動販売車みたいな、こう、あ、これは違うかなったり、これは、すごい、何これ、軽トラに屋根みたいなのがついてる、軽トラ1、お花売ったりいいですね、かわいいな、こういうお店やりたいな活用方法がね、本当にさっきのベースとかもだし、車が車中泊とかもブーム広がって人気になってたり、車がこう生活の本当一部としてのなんか移動手段だけじゃないですよね今。グッズもあります。なんか最後ガチャガチャができるっていうとこあったけど、どこだったっけ、見逃しちゃった、ちょっと戻ろう。いろいろエブリーグッズはないかな、すごいシェラカップまであるんだ。はい、車に戻ってきました。スズキ歴史館すごかった。本当に無料でいいんですかっていうぐらいめちゃくちゃ内容も充実してて、車が作られていくこう工程とかも実際になんか展示が本当に映像もだし、あのライン作業のラインのあの本当に車が上から吊られててタイヤをこうやってはめますみたいな、実際に動いて再現してくれるやつとか、あとね本当に普通に車とバイクの数が半端なく多くて見応えたっぷりでした。1時間半ぐらい普通にいました。本当に無料で大丈夫なんかな、電気代だけですごいかかってそうなんですけど、スズキ車、あとスズキに限らず車好きな人はめちゃくちゃいいと思うので、しかも無料なのでぜひ来てみてください。で最後ガチャガチャみたいなのがあるって聞いてたんですけど、なんか調整中でなくて残念。なんかハスラーか、なんか車のちっちゃい模型、あのなんだっけプラモデルじゃなくて、そういうのがもらえるっぽいんですけど、ちょっと調整中でなかったので残念なんですけど、そう、皆さんが来る時はあるかな。でもめっちゃ普通に楽しめた。無料っていうのがすごいですね。なんかここら辺の地域ほんと無料の施設が多くてでもいいなと思います。じゃあ、もう一箇所無料のスポットがあるので、ちょっとタルトが好きそうな昔の小学校なんですけど、旧見附学校に行きたいと思います。